はい、というわけでですね、今回ですね、こちら、妖怪ウォッチ2、新内でですね、一緒に同封されておりました。こちらですね。はい、ブチナンのメダルですね。はい、こちら、ここでしか手に入らない激レア Z メダルということで、はい、まあ、ゲーム買ったらこちらの方メダルがついてますんでね。今日はですね、こちらの方の、レビューさせていただきたいと思います。はい、これね、なんか、ブシニャンと、ウィスパーが合体した、妖怪らしいですね、これね。あ、なんか、あんまり見たことないんですけど、なんか映画で出てくるのかな、これね。はい。ちょっとね、まあ、よくわかんないんですけど、なんか白とね、オレンジのね、なんか複合体みたいな、頭もなんかこう、ふにゃふにゃっとこう、ウィスパーの頭と、ブシニャン、ブシニャンね、なんだかな、これ。ジバニャン。あ、ジバニャンと、あれか。あれ、ウィスパーですね。武士なんで、ジバニャンとウィスパーが合体した、メダルですね。はい。というわけで、こちらね、ちょっと、音声レビューの方もね、ちょっとしてみたいと思いますので、はい。よろしくお願いします。はい。こちら、妖怪、ウォッチ、もう、早速用意しております。ゼロからいきましょうね。じゃあ、ちょっとね、こちらの方、音鳴らしてみたいと思いますので、ね、どんな感じなんでしょうね、これね。なんでしょうね、これ、ブチニャンね。はい、いきますよ。はい、音なんのかな、これね。はい、あ、いきましたね。いきますよ。はい。ロボット、召喚の構え。はい、いきますよ。はい。召喚であります。ブチニャン、ウィッス。何ですか？今、二人言ってましたね、今ね。もう一回行きましょうか。ロボット召喚。ロボット。ブチ召喚であります。ブチニャンウィッス。なんかね、ブチニャンウィッス。ウィッスの声がウィスパーですね。あの声ね。はい。ね、初めの声がね、ジマネの声ですね。なるほど。こういう感じですね。はい。はい。こちらね、妖怪ウォッチ、ゼロ C のね、メダル対応になっておりますので、こちら、まあ、レアメダルということで、まあ、ゲーム買ったらみんなもらえるような、ね、まあ、あれですんでね、これゲーム買わないと、まあ、もらえないっていうのもね、なんか、あれですね。まあ、結構レアということで。はい。まあ、ちなみにですね、こちらの妖怪ウォッチ2真打ちなんですけども、なんか、ね、この間ちょっとね、クリスマス前にね、まあ、僕がいつも行ってる、通ってる上新電機見に行ったんですけども、売り切れでした、これ。はい。はい。ね、予約もですね、13日の時に、これすでにね、もう予約のあれが完了してまして、もうちょっと手に入らない状態になってましたね。もうクリスマス前ね。はい。その後ちょっと行った時ね、売ってたんですけど、大量に店に置いてたはずだったんですけど、すでに売ってなくて、はい。まあちょっとね、手に入りにくい状況かなと。はい。まあ、お店によってはね、もうすぐに入るところもあるみたいですけど、なんか手に入らないところも、結構あるみたいで、はい。こちらのゲームね。結構なんか人気みたいですね、やっぱりね。もう妖怪ウォッチね、すごいもう今はもう映画もすごい人気ですんでね。はい。ですんで、なんかね、すごいですね、これね。もう社会的現象みたいになってますんでね。はい。というわけでですね、今回ですね、こちらの、妖怪ウォッチ2、真打ちの、ここでしか手に入らない、激レア Z メダル、ブチニャンメダル、はい、こちらの方のレビューでした。はい、ありがとうございます。